ロトナナとは日本で2013年4月1日から発売の数字選択式全国自治宝くじにおいて5種類ある掛け式のうち1つの名称。他の数字選択式宝くじとは違い一口300円である。そのため一等の当選金額はジャンボ宝くじやビッグ並みとなる。 01から37までの37個の数字の中から異なる7個を選択するものである。抽選は12月31日から1月3日を除く毎週金曜日18時45分から行われる。数字の組み合わせは 37C7 イコール1029万5472通りで、元ロトビックの983万4496通りや、 ジャンボ宝くじの1000万通りをもう上回り、数字選択式のみならず、日本の宝くじ史上最も難度が高い。第1回の抽選は2013年4月5日に行われ、抽選数字は本数字が0 7二0 1 2 1 7 2 3 2 8 3 4で、ボーナス数字は03と15。一等の当選金は3億17 171万6500円となった。その後、 第2回から6回まで当選者が出なかったが、第7回で8億円当選が3本出て、第310回で9億3358万3800円、当選3本が同じ売り場から出た。ちなみに1等の最低配当は、第200回の6798万7600円で、ある。抽選の方法などは、ミニロトロトロに類似するが、ロト7はロトロと、 同じく当選者が出なかった等級があった場合や当選金額が法定限度額を超えた場合、次回抽選分の一等当選金にキャリーオーバーされる。キャリーオーバー発生時の一等最高当選金額は8億円。発生していない場合の一等最高当選金額は4億円であったが2017年2月3日、抽選分からは キャリーオーバー発生時の一等最高当選金額は10億円になった。また、各等級間での重複当選は認められない。なお、ロト6の末らは原則1000円で固定されているが、ロト7の末等では固定されておらず変動する。そのため、松等を当てただけで億万長者になれる可能性がある。2018年2月9日、中戦分からは、 以下の表のように1等から5等の見込み当選金額が変わり、キャリーオーバーが発生していない場合の1等最高当選金額は6億円となった。ロト7でのキャリーオーバー発生時の当選金は最高8億円と宝くじ史上最高額であるため当選金を比較する。宝くじを除けば、競輪の手家活式車権で一口当たり最高12億円の払い戻しが受けられる。 ありがとうございます。